はい、というわけで皆さん、こんにちは、サーキングでございます。さて、今回の動画なんですが、タイトルにも書いてあります通り、 NMB48 が出演をいたしました歌コンを見ている様子というのをお届けしていきたいと、そういう風に思っております。 NMB がですね、シングルやアルバムを発売するたびに様々な音楽番組にね、出演をするということになっておりまして、この度29枚目シングル、これが愛なのかの発売を記念いたしまして、NHK さんの歌コンに今回も出演するということになりました。いや、毎度毎度ね、呼んでいただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいでございまして、ありがとうございますと、そういう気持ちなんでございますが、まあ、それをね、家族みんなで見てる様子というのを今回お届けできたらいいなと、そういう風に思っておりますので、どうぞ最後まで楽しくご覧になっていただけると幸いでございます。というわけで、今回の動画はですね、 NMB48 が出演をいたしました歌コンを家族で見てる様子、いつものようにお届けしてまいります。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、まずはですね、今回の大まかな概要を簡単にお伝えしたいと思います。 NHK さんで毎週火曜日19時57分から45分間ほどでしょうか、生放送で毎週お届けされております歌番組歌コンの方に NMB48 が出演ということになったわけでございますが、発売するごとにですね、出演をさせていただいておりまして、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございますけれども、今回も出演ということになりました。本当にありがとうございます。この歌コンさんではですね、 NMB48 は一番最後にこれが愛なのかをテレビ初披露すると、まあ、いうことになってるわけでございまして、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか非常に楽しみでございます。はい、というわけでね、もうすぐ実は生放送の方が始まっていくということになっておりまして、現在の時刻がこちら、5月の28日火曜日19時の48分ということになっております。ということで、もう10分後にはね、始まってるということで、いやいや本当に楽しみでございます。まあ、歌コンさんはね、バンドによる生演奏っていうのも一つ楽しみなところだなというふうに思うわけでございますが、果たして今回はどんなパフォーマンスになってくれるのか、そしてついにこれが愛なのかがテレビ初披露ということでございまして、非常にワクワクをしていると、そんな感じでございます。というわけでね、およそ10分後に始まる歌コン見ていきましょう。はい、というわけでね、どうやら始まったっぽいですね。こちらご覧いただきましょう。5月28日の19時の57分ということになっております。ということで、歌コンの方が始まりました。というわけでね、今日一緒に見ていきます。白衣お願いします。よろしくお願いします。ちょっとだけね、喉の名残が残っておりますけれども、まあでも喋れるのがいましたんで、はい、はい、ぜひともお願いします。どうもよろしくお願いいたします。はい、まあ今日はね、美空ひばりさんスペシャルということでございました。あ、もうすでにいてるじゃない。お、はい、ちょっと音量も出していきましょうか。ちょっとだけね、ちょうど映ってるよ。あ、ちょうどね、今ケイチちゃん映ってますね。左上、女性のアナウンサーの後ろにいらっしゃいます。本当、お、すごいわ。あ、ダブルセンター2人だけか今。はい、ひばりさんスペシャルということでございます。ただね、多分今日はほとんど歌は歌わないじゃないかなと。多分最後にね、これが愛なのか歌うだけだと思います。そう、間でそれこそひばりさんの曲歌うこともないんで、まあそれまでね、ちょっと我々正直何もすることないんですよ。ということなので、今日のね、お昼にぐるっと関西、お昼前の方に NMB のメンバーが出演をしたと。まあ厳密に言うと、どうやらあの二人っぽいんですけれども、その二人が出たその映像録画で撮ってるんで、この合間ちょっと見ていこうかなというふうに思います。はい、じゃあ見ていきましょうか。はい、というわけでね、今から見ていこうと思います。グルカンでね、あの二人がその歌コンの話をするらしい。そう、美空ひばりさん特集っていうのに書いてますけれども、いや本当に今回結構豪華な面々がこうやってご出演なさってるということで。そうなんですよ。大阪のアイドルグループ NMB48 を代表して、塩月啓斗さんと坂田美咲さんにお越しいただきました。よいしょ。あの衣装ですな。あの衣装やね。そうだね。ドラフト会議というので、はい、ドラフト3期生で加入して、今で7年目になります。さすが、さすが真面目ですね。しっかりとドラフトっていうのも。AKB48 グループ、その中で晴れて NMB48 に来てくださったと。本当ありがとうございます。本当、我々の言葉でもあるってことで、3年目になります。
3年目でセンターってやっぱすごいよな、そう考えたら本当すごいと思う。でも18歳、そう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 、同い年ですね。塩月さんもグループ内で、はい、体力お化けって呼ばれてる。そうすごいねお化けって体力には本当自信があって、ほんますごいよ。体育の授業の持久走はもう3年間トップで、すごいすごい。そうそう、でもやっぱ長距離の方が得意で、NMB の企画でも長距離ナンバーワンやったもんね、やっぱり。そうです、本当にコンサートとかも誰よりも高くジャンプしたりとか、そうそう、誰よりも手伸ばして踊ったりとか、そうそうそう、そういう姿を見て、あ、もっと頑張らないと。最後の方でもあんまり疲れてないもんねそう、まあでもさすがに昼夜公演の夜の時は最後の方疲れてるんかなって感じはするけど、生き物、ね、ああ、趣味、そうですね、ちゃんと取り上げてくれるんや。甲子園という大会のアンバサダーをさせていただいてまして、 ありがとうございます。それもわざわざ言っていただいて、そうめっちゃ掘ってくれるやんめっちゃ掘るやん。そんな掘る、いろんな趣味というか、これはちょっとアッシュ系のベージュっぽい。確かにちょっと違うわ、黒目じゃないわ。サクタはアイドル力が本当にありすぎてその3年って言ってたんですけど、はい、多分嘘ですね確かに確かに、間違いない間違いない。今回新曲のダブルセンターを任されたということで、おめでとうございます。改めて本当にもういつも応援してくださってる皆さんに嬉しい報告ができるっていうのが本当に幸せで、本当僕も幸せですよ。今までで一番幸せな気がしました。センターになってくれて本当に、こうダブルセンターを任せてもらった嬉しさと、でもやっぱり不安な気持ちと交互に押し寄せてきたんですけど、こうファンの皆さんがこう温かい言葉をかけてくださったりで本当に嬉しかったです。お二人がダブルセンターを務めた曲をご覧いただきましょう。お、見流してくれるんや。 MV の見どころを。ミュージックビデオは結構目線があんまり合わないところが多くて、そこが結構アイドルのあの MV ミュージックビデオって結構顔がアップで映ってたりすることが多いんですけど、なんかいい意味でアイドルっぽくなくて、その目線の合わない感じとかカメラのフィルターの雰囲気とかがすごいエモいっていう雰囲気で、だからいいのよあのミュージックビデオ。かっこいいよね。そうそうそう、なんかそのアイドルしてないから絶対その方がいいやんって感じ。そう、別にね、一人一人映った方がいいんでしょうけど、僕はどういうスタイルで行ってもすごくいいんで、守備範囲広いつもりなんで僕は。大阪から世界へということ、そこも言ってくれるのマジっすかありがたいわ。キャプテンである小島かりんさんが、はい、あの大阪から世界へっていうテーマをライブで発言したんですけど、去年の13周年ね、地元のアイドルでして根付いていけたらなっていう思いでやってます。しっかりとコメントするよね、本当に。申し上げる通りなんですけど、まずは大阪に愛されるアイドルグループでありつつ、いずれ全国そして世界へとどんどん羽ばたいていけたらなと思っています。楽しみに。まとめんのがうまい、みちゃぴ。うまいことバランス取れてるよね、本当に。大阪市で行われる NHK のど自慢にも出演されるんですね。はい、はい、そうなんですよ。手厚いな、宣伝がありがたいわ。西レイです。塩月ケイトです。坂田美咲です。 NHK のど自慢に初出演することが決まりました。皆さんそうらしいです。のど自慢出るらしいです。福岡市での開催です。ふるさとの滋賀県で。あ、ほんまやほんまや、レイちゃん絶対出んなこれ。予選会の出場者を募集していますらしいですよ。皆さん NMD48 の曲とかもね、歌ったら嬉しいですね。皆さんの歌を聴くのも楽しみにしています。はい、よいしょ。そう、今回はあれでしょ、あの忍者で有名なね、7月14日だからさやかちゃんの誕生日の日か、生放送はね、美空ひばりさん特集っていうだけでもすごい面白い回なんですけど、マイネームビーが一番最後らしいね、最新曲これがいなのかを披露するということで、そうそう、テレビ初披露ですから、はい、これがいなのかを、はい、初披露、はい、楽しみでございます。たくさんの方に届いたらなって思っています。そうですね、はい、届きますよ。あ、一言ね、自慢ではぜひ私たち NMB48 の曲も歌っていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。坂田さんどうぞ。はい、この後歌コン私たち初披露、全力のパフォーマンスをお届けするので、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今夜7時50分、歌コンお楽しみです。
楽しみにしています。塩月恵子さん、坂田美咲さんでした。はい、というわけでグルカンを見終わったってことでございましたけれども、やっぱしっかりと受け答えが2人ともすごくてね、はい、はい、まあ、しっかりしてんなっていう感じでございますが、はい、はい、もう不安がないそうそうね、すごい、ちょっと心配するとかあるじゃないですか、やっぱりちゃんと喋れるんかなみたいな思ったりする部分もね、正直ファン心理としてはあるんですけど、そういうのがないよね。ないはい。ないってことで。ありがとうございます。はい。というわけでね、こんな感じで、グルカンの出てた様子っていうのもね、見させてもらいました、今。まあ今現在の時刻が一応こちらでございます。20時の16分ということになっておりまして、8時45分ぐらいまであると、このうたコンが。それのね、一番最後に出てくるので、まあ半過ぎから見始めればちょうどいいんじゃないかなと。ということでございますので、一旦カメラの方を止めまして、また15分後、はい、撮影したいと思います、はい、楽しみだ。これがいなのか初披露。はい、というわけで NMB 出てきました。はい、はい、本日高尾さんとね、やっぱセットで出てくるだろうなという相当で、先ほどね、純烈の皆さんのパフォーマンスの時にね、はい、れいちゃんがバラの花をね、そう、バラの花をね、受け取ってもらってましたね、はい、まあ誕生日だからね、今日当日が、そうだからそういう意味でもおめでたいなというふうに思ったね、そういったシーンでございましたが、というわけでもうすぐ NAB が出番です。はい、楽しみ楽しみ。いや本当にね、テレビではどういう風に映るのかっていうのも、はい、やっぱね、ミュージックビデオとか実際のパフォーマンス生で見て、はい、っていうのも見てましたけど、テレビだとどうなるのかっていうのは楽しみですね。はい、こちらロックな曲調になっていて、今回生バンドでパフォーマンスさせていただくのがすごく楽しみ。いやほんま楽しみ、マジで楽しみ。それ最後に好きだという歌詞が10連発出てくるんですけど、はい、私たちからの愛を受け取ってもらえたらなと思います。はい、受け取ります。受け取ります。2曲続けてどうぞ、はい、いや楽しみです。さあ来ますよ、さあ来ます来ます。 NMB48 弱い弱い、はい、来年に開幕を控える大阪関西万博、うまいことここを絡ませてくれるんだね。そのスペシャルサポーターに就任したのが NMB48 です。大阪から世界へ、よっしゃった。いや本当にね、めちゃくちゃかっこいい曲なんで、楽しみだ。テレビでどう映るのか、来た、もうかっけー、めちゃくちゃかっこいいよ。ちひかっけー、れいちゃんかっけー、あ、かりんちゃんいいね、かっけー、おー、すごいな顔面力あれゆいなちゃんや、ストレートヘアスな It's this rap、 来たかっけー、あ、生演奏めっちゃいい、最高。あ、ジオンちゃん、あ、レイポン、ミュウちゃん、あ、ゆいなちゃん来た、あ、あやぴょんいや、すげー、いいやん、めっちゃいいやん。やっぱあれやね、テレビ用のダンスって感じやね、みんな結構ね、顔が映るようにちゃんと、あ、いいね、この感じいいね。ダブルセンターのその真ん中にカリンちゃんという、わーわーわー、わかにゃん、どうした、ふふー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 、好きだ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 といいよ。あ、早かった。不意打ち不意打ちで祝ってもらって笑顔お楽しみ。はい、というわけで歌子よかったね、今終わりました。はい、20時の42分でございます。ということでいかがでしたか、ハークイーン。よかったもう今までで一番よかったほんまに。いやでも本当にパフォーマンスがすごく見やすくて、でカメラワークが本当に良かったなっていう、すごい見やすい一人一人が、そうそうそう、結構一人一人ね映してくださってる感じがしてね、まあ、本当に歌コンサートいつもそうなんですけど、本当にねこの一人一人にしっかりとフォーカスが当たるっていう、そういったねあのカメラワークをしてくださるんで、本当にありがたいなといつも思って
見ておりましたけれども、ね、そうそう、個人的な話なんですけれども、歌コンを見てる様子っていうのは実は初めて、あ、そうだね、そう、動画にはするんですけどね、はい、まあ、本当にありがとうございます、いや、めちゃめちゃ素晴らしかったですね、はい、やっぱこうやって NMB48、パフォーマンスすごいんだっていうのもそうですけれども、まあ、みんなそれぞれが個性を持って光り輝いているグループなんだっていうのが一つ伝わってれば、はい、いいんじゃないかなというふうに思っております、はい、はい、というわけでね、今回はこんな感じで、これが愛なのかのテレビ初披露も兼ねました、はい、歌コンの出演してる様子というのをね見させていただいたと、そういった内容でございましたけれどもね、はい、よかったね、よかった、いや本当に心の底から嬉しい気持ちがまた湧き上がってきました、まあ、僕にとっては本当推しメンが初めてのセンターという楽曲でございますから、やっぱ思い出もある中でね、はい、あの歌コンでその推しの素晴らしいパフォーマンスというのが、はい、まあ、全国に届けられたのかと思うと、なんかすごく感慨深いものがあるなというふうに思いましたし、まあ、本当にすごく良かったです、はいはい、素晴らしい、素晴らしかったですね、はい、はい、まあ、こんな感じでね、これからもさまざまな音楽番組に出演をしてほしいなというふうに思いますし、はい、いや本当に思うのはマジで大型特番どっか呼んでくださいよ、はい、FNS さんとか、はい、ミュージックデイさんとかいろいろあるじゃないですか夏とか、ね、冬とかにもね、冬はまあ別途人歌謡祭のね方は呼んでくださっておりますけど、毎年ありがとうございますって感じなんですが、さすがに1本ぐらいで出してもいいんじゃないの、はい、ね、ということなので、ぜひともそういった思いですので、まあこれからもどんどん音楽番組に NMB48 が出演してくれることを心から願いまして、はい、この動画を締めていきたいと思います、はい、というわけでハーコイありがとうございました、ありがとうございました、はい、それでは締めくっていきたいと思います、エンディングです、はい、というわけでエンディングでございます、ということで、いやいや本当に毎度毎度シングルやアルバムを発売するたびにですね、こうやって出演をさせていただいております、この歌コンさん本当にファンとして心の底から感謝の気持ちでいっぱいでございます、今回もメンバー一人一人の個性が放たれていて光り輝いていた、その様子をねテレビの前で見ることができたということで、本当に良かったなと、そういう気持ちでいっぱいでございます、これからも NMB48 のみんながですね、さまざまな音楽番組に出演をしてパフォーマンスしている様子をまた見ることができたらいいなと、そういう風に改めて思うことができました、改めまして、うたコンさん今回も本当にありがとうございます、そして NMB48 のみんなパフォーマンス最高でしたよ、それでは締めくくっていきたいと思います、はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めくさげたいというわけでございます、はい、というわけで今回の動画はですね、 NMB48 が歌コンさんにて29枚目シングルこれが愛なのかをテレビ初披露したその様子を見させていただきましたという、そのさらに様子をお届けしましたというね、そういった内容でございましたけれども、本当に今回も素晴らしいなというふうに思いました、みんなのおかげで自分は生かされているんだなと改めて再認識をいたしました、本当に本当にありがとうございます、これからもたくさん音楽番組出演してくれますように、そんな願いを込めて締めくくっていきたいと思います、はい、というわけで今回の動画はここまでです、ご視聴いただきましてありがとうございました、次回も楽しんでいきましょう、ありがとうございました。